フレレーームムプレミアムラーニンングチャンネルへようこそ前回のビデオではバッチグループのレンダリングについてご紹介しましたレンダリングのレーミング規に新しいトークンシステムが搭載されより効率的に体系化しやすくなりましたバッチグループのイタレーションについてはまだご紹介していない機能ですがイタレーションを使ってフローグラフのさまざまな段階制作途中を保存しておくことができますクライアントの承認や アーティストの試行錯誤に基づいてプログラフの複数のバリエーションやバージョンを作成できますこのビデオではイタレーションとバージョニングの機能についてご紹介します2015バージョンをお使いの方にとってイタレーションはスナップショットに相当しますこの機能の名前を変更したのはワークフローにあった役割と名前にしようと考え直したからです2015ではスナップショットは バッチコンポーネントとは関係のない別のフォルダに保存されていましたですのでデータを管理・トラッキングする作業は手動で行わなければなりませんでした2016ではイタレーションホルダーがバッチセットアップを元に作成され同じバッチグループ内に保存されますバッチグループ内にはクリエイティブなプロセスで作成されたフローグラフバッチリール内のメディアそして複数のイタレーションが一つの単位としてまとまっています それではイタレーションについて見ていきましょうここにフローグラフを組んだものがありますいずれかの時点でまず個々のインスタンスかイタレーションかフローグラフの保存の仕方を選択しますこれは特定のポイントで作業の途中をキャプチャーするような感覚でフローグラフは継続して組んでいけますバッチグループで作業していて最初にイタレーションを作成するときはイタレートボタンをクリックします 最初何も起こっていないように見えますがイタレートボタンの右側に矢印のドロップダウンメニューが表示されますドロップダウンメニューを押したままにすると最初のイタレーションがリストされたのが分かります最初にメディアパネルのバッジグループエントリーの名前次にイタレーションナンバーが割り当てられていますネーミングに関してはネーミングのトークンシステムが採用されていますが詳しくは後ほどご紹介したいと思います すべてのイタレーションは常に001から始まります。メディアパネルでバッチグループを確認するとバッチグループ内にあるバッチセットアップの名前はバッチ名と最初のイタレーションナンバーが反映されています。イタレートボタンをクリックするとすぐにバッチグループ内にイタレーションが作成されカレントのアクティブなフローグラフになります。画面は もう少し作業を進めた状態のものになりますもう一つイタレーションを作成してみましょう今度はウィンドウが現れ新しいイタレーションをインクリメントするかリプレイスするかを選択しますインクリメントをクリックしてカレントのフログラフをイタレートしますこの結果はメディアパネルにも反映されイタレーションナンバーが002になっていることが確認できます 最初のイタレーションに戻りたいという場合はイタレーションのドロップダウンメニューから001を選択します表示されたウィンドウからフローグラフをリプレイするかアペンドするかを選択できますここで注目しておきたいのは作業中に古いイタレーションを呼び出して次にイタレーションを行った場合新しいイタレーションナンバーが付与されるということですこの場合ですと003になります ととても自由なやりり方ででイイレレーーシショョンンすすることができままの数に制限はありませんメディアパネルで見えていなくてもプルダウンメニューを使ってイタレーションを切り替えることができますしかしながらメディアパネルでイタレーションのエントリーを確認したい場合もありますその場合はコンテキシャルメニューから小バッチイタレーションを選択してください バッチグループの中にイタレーションズというホルダーーが表示されその中で保存したイタレーションを確認すすることができますイタレーションを非表示にしておくのはメディアパネル上でバッチグループが外雑になり混乱するのを避けるためですしかしながらイタレーションを表示しておくとドラッグドロップでワークフローを切り替えることができますイタレーションを編集したり削除して重要なものだけキープしておくように整理することもできますまた 特定の素材を探す際に他のイタレーションで使用されているメディアソースにアクセスすることもできます最後にイタレーションのエントリーに色を割り当てて見やすくしておくのも一つの方法ですこの時、ネームフィールドも同時にその色で表示されますここで重要なポイントですがバッチイタレーションはバッチの中に保存されますがバッチグループから独立したものであるということですこれはイタレーションをドラッグして 他のエリアに保存できるとということを意味しますもちろん最初にバッジグループ内に全てキープしておきますが全体的には柔軟に対応できます非常に重要なディティールとして覚えていただきたいのはイタレーションを作成する際はフローグラフとスケマティックリールがイタレーションに保存されるということですこれらによってスケマティックの状態と編集が施されたコンテンツがリストはできます 一方シェルフリールはバッチグループの一部ではありますが特定のイタレーションの一部ではありません実際のところイタレーションだけではフローグラフを完全に復元することはできませんですのでデスクトップには作業すべてをキープしておいてイタレーションに頼らずバッチグループを保存することが懸命です続いてバージョニングについてご紹介したいと思いますこれはバッチグループにイタレーションがいくつかある状態です 先ほどご説明したように、それぞれのイタレーションでフローグラフの工程を途中段階のものとして保存しています。最終結果に至るまでのそれぞれの段階を管理しますが、これに対し、デリバリー用や承認用に複数のバージョンを作成する必要もあります。バージョニングのコンセプトは、ショットパブリッシュワークフローで使用されるバージョニングテクニックに似ています。 では今ご覧いただいているイタレーションを最初のバージョンまたはマスターバージョンとして他のファシリティにディストビリュートしたいと思いますバージョンを定義するためにバッチセットアップ名を変更する必要がありますメディアパネルでバッチセットアップを選択してコンテクシャルメニューのリネームを適用しますまたはテキストボックスのバッチセットアップ名の上でシフトクリックしてもリネームできます いずれにしてもダイナミックネーミングウィンドウが表示されるのでリネームしてみましょう。テキスト部分をクリックすると入力できるようになります。ここではバッチグループやイタレーションナンバーを特定するのに必要ですのでバッチネームとイタレーションのトークンはそのままにしておきます。バージョンを特定させるためにトークンを追加するか手動でテキストを追記します。 例えば2つのトークンの間に A と入れておきましょう。プレビューフィールドを見ると SHOT7 バージョン A イタレーション002とバージョンが定義されているのが確認できます。また誰が作業したものか特定するために必要であればこのイタレーションにユーザー名やユーザーのニックネームもトークンで追加することができます。リネームボタンをクリックすると バッチセットアップがアップデートされますイタレートボタンを再度クリックすると今度はバッチセットアップが違う名前で現れカレントのイタレーションナンバーをそのまま引き継ぐかリセットするかを聞いてきますここではリセットボタンをクリックしますイタレーションホルダーを見てみると新しいイタレーション、新しいバージョンが作成されイタレーションナンバーは001にリセットされていますもしこのバージョンで イタレーションナンバーを引き継いだ場合は004とナンバリングされますトークンネーミングシステムを利用することでイタレーションの管理が他の部分でも強化されています例えばバッジグループのショットナンバーやショット名を変更したい場合があるとしますバッジグループ名をクリックすると編集可能になりますので SH08 と入力しますそうすると バッチグルーープ内ののすべてコンポーネンポネームされますトークンシステムのおかげでバッチグループ内のコンポーネントはダイナミックにアップデートがかかります。これはバッチセットアップレンダーノードライトファイルノードイタレーションにも有効です。その他の有効な情報としてはプレファレンスメニューのバッチセッティングでデフォルトのバッチイタレーションネームを定義することができます。 この設定はユーザーザプロファイルに保存されますもしデフォルトのバッチイタレーションネームをプロジェクトまたはファシリティと関連させて保存したい場合は別途スクリププティンンングオプションのドキュメントを参照してくださいこのビデオの最後にもう一つバッチグループに全てのセットで保存されるのでワイヤーやアーカイブなどの作業が全バージョンのフレームプレミアムに比べて非常にシンプルです。 バッチグループ内のイタレーションをコンソリデートしたければ。ワイヤーする前、アーカイブする前に、キープしておく必要のないものを単純に削除するだけです。次のビデオでは、バッチエフエクスを使用したデスクトップタイムラインを中心としたワークフローについて、ご紹介していきたいと思います。コメント、フィードバック、提案など、いつでも歓迎です。フレームプレミアムラーニングチャンネルをご視聴いただき、ありがとうございました。